エネルギーっていうのは環境問題と表裏一体なので、我々のところではエネルギーと環境問題を共に解決するような研究をしております。よく分けて3つのテーマを研究しておりますけれども、1つは地球温暖化の主原因である二酸化炭素を分離回収する。これは例えば火力発電所ですとか、あるいはエネルギーを作るときに CO2 出てまいりますけれども、これを回収すると非常に重要であるということ。それから2つ目は、CO2 を出さない燃料電池、その中でもその中心となる電解質膜に関する研究です。で最後は、再生可能エネルギーなどのようなエネルギーをコントロールするときに、蓄電池というのが必要になってまいりますけれども、その安全性が高くて高出力な、次世代型の全固体二次電池、これに関しての研究をしております。我々のところは高分子化学というのを研究の中心にしておりますけれども、最終的には膜という形態で世の中に出してまいりますので、膜化学ですとか、あるいは化学工学、電気化学、環境化学などこういった専門家が多く集まった研究室になっています。さらに他の研究機関ですとか企業とか、そういった他分野の専門家たちとも共同研究を進めておりますので、いわゆるオープンイノベーションで我々自身の研究を進める、これが我々の研究室の非常に大きな特徴でございます。私たちの研究室のモットーは、我々の研究を通して世の中のエネルギー問題とか環境問題を変えようということなんですね。そうするとこれまでない新しい材料を作る、つまり0から1をやりましょうということになります。そのためには専門を学ぶわけですけども、学ぶだけでは不十分で、これを極める。さらに地球温暖化のような問題っていうのは一つの専門では解決できませんので、分離融合などの幅広い専門性を身につけてもらいたい、こういった学生にぜひ来ていただきたいというふうに思っています。